吉田智発見動画チャンネルです。現在、多摩都市モデルの立川北駅におります。地上からはこのかなり高い位置になります。1階、この改札口がありまして、その上にプラットフォームがある形になります。どうしてもモノレールの場合は、この駅舎の建設にはこういう構造になります。ちょうど今、上北台側からこの立川北に入ってくるモノレールが今見えるところです。この駅のちょうど階段は2つあります。ちょうど一番端の側にある階段の方向に今おります。ちょうどだんだんとこのモノレールが今近づいてきている。なかなかこの画面では見えにくいと思いますが、ちょうど私の真正面に今入ってきております。そしてこの部分からカーブがちょうど手前左側の方向になっておりまして、線路はこのプラットフォームの真正面のところにあります。今この視界の中にも入ってきたのがご覧になれると思います。もう直前の100メートルほどの距離になりました。滑るように入ってくるのがモノレールの特徴です。この時間にしてはかなりの乗客の皆さんが乗っております。席は満員で、若干立った人も見えます。そういう今乗客の皆さんの人数です。ちょうど私もこの後この電車に乗り込む予定です。ちょうどこれがモノレールの最後尾です。ワンマンカーの運転です。終わります。